やすいですよ、うん、いやすごい深いお話伺いましたけど、はい、リオ戦の話も伺っていいですか。リオ戦、リオ戦、え、昔話、はい、忘れました。ダメダメです、すいません、今日せっかく呼んだので、うん、私第12期リオ戦が大好きなんですよ、うん、あの初めてもらった将棋イベントの商品が、はい、第12期竜王戦の観戦記で、うん、そうですね、次戦記と観戦記の合わさった本で、観戦記集だったんですけど、エッセイとやっぱ次戦解説がすごい良くて、うん、あれでも観戦記ですよね、あまりね、あれ、そうですね、だからあの最初の、あの前書きだけですね、僕前書き、そう前書きのブルーマウンテンが、そう、こっぱずかしいですね、めちゃくちゃ面白かった、うん、なんか対局終わった後に奥様と一緒に、そうですね、だからコーヒー好きになるきっかけでしたけどね、はい、すごい渋い喫茶店があってね、うんうん、でそこでいつもね、だからマスターがね、あの全然その声かけないんです、僕が大体あの喫茶店入ったらスポーツこう置いてあるからね、取ってこう、あのスポニ、当時のスポニッチの詰め将棋かなんか解きながら、詰め将棋あるんですかそこで家でやればいいじゃないですか、いやいや、やっぱりそこで詰め将棋乗ってるじゃないですか、はい、ね、解いて、でこう大体将棋のこと考えてるから、こうコーヒー飲んで長いするんですよ、だから将棋のこと考えてるともう1時間ぐらい平気でいいから、でも難しい顔をしてね、今新聞も読むとか読んでるか読んでないか分かんないような感じで、わけですよ、だからみんな寝てんのかなって思いますね、寝てる時もありますで、あの考え事してるわけですよ、はい、この辺で昨日の将棋はどうだったかなと、あ、で結局そのほら向こうマスターから見たらなんだかよくわかんない人ですよね、よくわかんない人なんだけど、ずっと目と打ってる人で、である時ね、だからその竜王戦鈴木大輔ね、5段6段かな勝って防衛して、だそのあと家族でそこ行ったら、あの突然こうサービスですってこうブルーマウンテン出してくれて、ブルーマウンテン僕頼まないんですよ、高いから、一番高いですよね、でブルーマウンテンこう出してきてくれて、サービスですって言って、えっつったら、いやおめでとうございますって、バレてた、いや知ってる知ってるんだよ、綺麗ね、あ知ってたのみたいな寝てる人じゃなくて、ちゃんと将棋、将棋のね人でどの頃って、ね、そのめでたいことあったって知ってて、それが嬉しくてね、でそれでそのまずそのブルーマウンテンのね、あれにそういうちょっと一コマをね書かせていただきましたってことですけど、でも藤井鈴木のね竜王戦は海外対局とかも結構ありますよね、海外対局のない年、あ、ない年か、うん、すいません、あの時初めて竜王戦で13期とかだとありましたよね、11期と13期だったんだけど、うんうんうん、12期はあの1年、そっから1年分けになったんで、海外対局、あ、そうなんですね、だから藤井鈴木戦はあの海外対局なかったんですけど、僕にとってはありがたかったですよね、逆にその時はね、うん、その谷川先生とやった時はすごくニューヨーク楽しくて、それが11期の時はすごくニューヨークにね、なんかタダで行けてさ、楽しいじゃないですか経費で行けて、で挑戦者ってワクワクしてるんで、はい、海外対局が自分にとってありがたかった、ニューヨークは第1局ですか、第1局、うん、だからすごいこう緊張もほぐれたし、うん、ありがたかったんですけど、防衛戦の時ってなんかこう挑戦者はやたら明るくて、はい、こう防衛する方ってちょっと暗い感じになっちゃうじゃないですか、へ、いや、なんとタイトル挑戦したことないんで分かんないです、僕的にはね、すいません、鈴木六段すごいこうもう光り輝いて見えて、へ、ウキウキして、あ、まるで1年前の自分を見るようだって、待ち構えてる人ってそういう気持ち、暗いんで、暗い、なんかこうほら、いや取られるんじゃないですかそうそう、ちょっと暗くなるんですよ、だからその時海外対局なくてよかったんですよ、ああそうです、自分の気持ちにこうちょうど合ってるかなみたいな、へ、だからその当時の自分の1年前のね自分を思い出して、あ、挑戦者って結構ウキウキしてるから、自分がそのウキウキしてるところが裏目に出なくてよかったなっていう、へ、うん、ちょっとやっぱり将棋なんとかなるんじゃないかっていうか、ちょっとこうウキウキしてるところ、めちゃくちゃ勝ち上がらないとタイトル挑戦ってできないですね、すごいね勝ち上がってきてるんで勝っちゃうんじゃないかとか、なんかちょっとこうウキウキしてるところもあるんで、うん、そこをガツンとね、第一局僕谷川先生に勝ったんですよ、はい、第11期の1局目挑戦したやつです ね負けてたら相当テンション下がってたなと思ってニューヨークでニューヨークでだって全然もう観光ばっかしてて全然そのほら将棋頭が将棋モードじゃないんですよ、あの入った瞬間の日とかですよね、そうそうそう、いろいろあったからね、だからこう旅行みたいな感じでしたから、みんなでご一行様で、そうだからあの状況でこう
伝えてたらすごくなんかこう自分がはしゃいでたのがすごくこう勝負に甘かったなって思って自由の恵みとか見てなく見てたなみたいないや第一局勝ったんですごく勢いづいたなって思ったんですよ、はい、だからそれをねこう1年経って鈴木挑戦者がすごくこうあの挑戦者になってこう勢いづいてたから、うん、あこれは第一局は勝負だなっていう第一局で勝たれたりもう手がつけられなくなっちゃうから、うん、第一局こっちが勝てば向こうの勢いが止まるんじゃないか自分過去の自分が嫌だったことっていうのを考えたんです自分の成功した時の裏返しでね、うん、じゃあ第一局さえ叩けばこっちのペースじゃないかと考えてそのシリーズに挑んだってことですねしかも第12期先生振り飛車党なのに居飛車やったんですよね、うん、それもねなかなか難しい決断でしたよね相振り飛車やるのかと思いきやそれってこの続編に書く話だからここでちょっと教えてくださいよ先生いやいやいや私あそこの勝負好きなんですよすごい居飛車は ねあの結局ね最終的にね居飛車で行くか振り飛車で行くか混ぜるかっていうやり方があるんですよ、はい、もう全部相振りでいくかとかあの番勝負ってそう番勝負を普通は混ぜるんですよはい混ぜる、うん、でもう相振りに徹するか居飛車全部でいくか、うん、この3択ですよねそれはすごく難しくて、うん、やっぱなんかこうほら余計なこと考えてね、うん、あの藤井鈴木の竜王戦って何だと思ったんですよちょっと 僕からねしてねなんだこれみたいないやもうちょっと悪いけど全然票つかれたから挑戦者としておお誰来ると思ってたんですかいやまあ当然丸山鈴木の竜王戦挑戦者決定戦ですよね、はい、丸山さんだと思うし丸山先生ずっとライバル視されてたっておっしゃってましたよね、うんうん、でそのトーナメント始まる全然前とか普通にもう一回谷川先生とかさ、はい、羽生さんかとか思うじゃないですか普通にねしたら結局最終的に丸山鈴木戦であ、まるちゃん、丸山さんかと思うじゃないですかだから何なんだろうと思ってね鈴木先生めちゃくちゃ強い棋士ですけど変なこと考えちゃったんですよ鈴木年下なんですかちょっと鈴木先生そうですね年下ですね、うん、だから藤井鈴木の両戦って一体これどういう意味があるんだねそう考えた時に振り飛車党同士のタイトル戦って珍しいよねっていうことが浮かぶじゃないですか、はい、するとこれ相振り飛車をやれってことかななんてね、うん、相振り飛車をタイトル戦で相振り飛車ばっかりってシリーズなんて見たことないですよねないです相居飛車ばっかりならしょっちゅうですけどそうそうだからこれはきっとあの、藤井鈴木で相振り飛車のタイトル戦をやれというこう流れなんじゃないかとか勝手に考えてね、はい、ああそういうことかじゃあそれに応えて相振り飛車シリーズにしてもいいかななんていうことも考えたへえ、うん、流れで、はい、意味付けしちゃった自分でこのシリーズのテーマはとか言って自分で決めちゃってる神様が考えたんじゃないかみたいなそうこれはきっと二人で相振り飛車を極めろという神の刑事だそうそういや本当にそんなことも考えたんで意味わかんなかった全く意味わかんなかったからなんで俺なんで鈴木藤井の竜王戦って何なんだろうって意味付けしちゃって最初は相振り飛車を結構意識してたんでへで次に考えたのが、まあ、当然混ぜるっていうやり方ですよねあ両方やって、うん、で混ぜたらね多分大変なことになると思ったんですよ準備両方しないといけないですいやというか一曲ごとに考えちゃうじゃないですかうんどっちやるかそうまあ一曲終わってじゃあ次どうするかなってねだ開幕前にもうこれだけ悩んでるのに、うん、シリーズに入ってまた悩んだらこれ大変なことになると思って次どっちみたいな相振り飛車どっちみたいなこと毎回やってたら気が狂っちゃうと思って一曲ごとに考えるなんてもう絶対無理だと思ってもう悩んじゃうから、うん、これもどっちかに決めるしかないっていういいその二択になったんですよ二択居飛車やるか振り飛車やるか全曲どっちかでやるしかないと思ったんですよ、はい、アイフリか居飛車か全曲だからね、はいまあ、相手が振り飛車で来るってことは大体分かってたって感じですね、うん、そう彼は一応振り飛車宣言してくれたんだよね、うん、インタビューでそうまあそれも嘘かどうかわかんないけど、まあ、言っちゃった以上さ絶対嘘つけないとダメですもんね鈴木先生一応全局振り飛車で行きますって言ってくれたんでね、はい、あとこっち次第なんでねなかなか言わなそうな、まあ、迷いましたよでもね相振りか全局だからね、うん、もう最初に決めた方針はもう曲げられないんでいやどっちみたいな話で、うん、で究極ね究極、まあ、最終的に決めたのはあの万が一3連敗した時の話を考えたんですよ。万が一じゃあ3連敗しても諦めないで1局ごとに返していくつもりでしたから
3連敗したらどうかなと考えたんですよ。最悪のケースを考えたのに、ね、3連敗した場合でも居飛車だったら4番勝つ可能性があると考えたんですね。へえ。相振り山も全然出たとこ勝負なんで、はい、自分が3連敗ってもう逆境だったらもう出たとこ勝負じゃもう全然計算が成り立たないんで絶対切られる。定石が確立してない力戦ですもんね。居飛車対振り飛車なら定石の力で押していけるんで、うん、3連敗しても4連勝できる可能性がほんのわずかに居飛車の方にあると思ってる。へえ、そんな理由だったんですか。そうだから結局最終的に居飛車を決断したのは3連敗か4連勝を狙えるならどっちっていう。へえ、はい、それで居飛車に決めました。そうなんですね、うん、そういうことですね、はい、いや今のすごい聞けてよかったすごい面白かった。話せてよかったですそんな話でなかなかできないです。すごい、いやもうそれだけでお腹いっぱいなんですが、はい、最後に、うん、棋士の先生の話も聞きたいなと思ってて、